このライン9番坂本、4番の栗原と栃木の2人がマークを取ります。さあ第8レーススタートしました。真ん中からポンと山本慎也が飛び出しました。まあ、これは二次予選の時に2着になったと同じような感じで山本が飛び出しましたね。あ、そうですね。まあ、二次予選はこういった形から金子が飛び出して先行になったわけですけれども、第2コーナー回ってきます。5番の山本慎也、それから2番の大井博俊、それから3番の金子慎也です。外に1番の鈴木が出ました。関西勢に1番の鈴木がマークを取ります。金子が一頃の強烈な切れ味のいいマークにはちょっと影を潜めた感じですよね。そうなんですよ、このところね、本来の、ね、持ち味 の、 スピードの良さが ね、したがって本来の調子ではないような感じですよ ね、体調面ではまあ十分でないでしょうけども、はい、今日は一発ね、まあ、やるんではなかろうかという期待感を持っているんですけどもね、それだけのまた力ありますからね、これも気分的なもので、一つ気持ちが乗ってしまえばその力がもう出てきますからね、はい、その3番の金子慎也、中段4番でマーク9番の坂本と4番の栗原俊樹です。6番の増成が7番手前、7番の富永正夫、最高に8番の古谷聡です。この古谷が1乗戦9着だったんですが、その後2走とも鋭い追い込みを見せてね。そうなんですよね、非常にいいんですよね。しかも昨日は11秒1のラップ、素晴らしい追い込みをしました。この中では一番この体調面で良さそうな感じなんです ね、 そうですね。鮮やかに直線差し込んでおります古谷聡、今日もラインの3番手です。先行山本、まあ、山本対6番の増内、ともにこう徹底先行タイプですからね。そうですね、この辺りはどちらが主導権を取るのか。でもやはりこういうふうに自在に動ける選手がこう多いってことは見ててもこう見応えありますね。そうですね、3コーナーから4コーナーです。山本先行です。2番手が多い、多いも昨日は直線中割って切れ込んできました。4コーナーから直線で6番の松野井が動きます。岡山の松野井、愛知の富永のマークであります。3番金子が中段から上がって、さあ山本慎也、ライン戦3日分かれております。ライン戦3分戦の形かな。外の6番の松野井先行か。さあ松野井一気にスパートしました。松田先行を取ります。ジャンが入りました。2番手7番の富永和装、3番手8番の栗山ができました。そして3番金子が中段の4番手、インコちょっと5番の山本詰まった。山本がインコでちょっと詰まりました。第4コーナーから直線です。松田先行です。外から金子が行きました。今度は最終ホームから金子、しかしこれに合わせて7番の富永和装、さあ富永と3番金子並んだ、富永と金子並んでいます。番手の攻防になりました。先頭6番の松田です。2番手インコース7番の富永、外が3番金子、あとは8番の古谷、それから9番の坂本栄一、その坂本が差を詰めていく。さあ3番の金子はちょっといっぱいか、横回った。6番が最先頭です。2番手から富永、2番手が増田に粘った。外から8番古谷が今日もすごい足を突っ込んできました。第8レース特別選抜戦、先行したのは増田富雄、番手の攻防になりました。富永増田、外3番の金子は2センターでいっぱいになってしまいました。4コーナーから直線リプレイをご覧いただいております。3番手の古谷が今日もあと、そうですね、白鳥さん 20m 付近から一気に来たんですけどね。そうですね、内側の富永増夫と8番の古谷、どうですか。古谷が差し込んでますね。差し込んでますね。第8レース8番の古谷が今日も直線の鋭い足を使いました。昨日は11秒1のね、このこういう時期の重い走路で追い込みとはいえこれだけの時計を出した古谷、そうですよね、今日も3番手直線追い込んでおります。そして富永2着、8番7番とお伝えをつけます。正式決定までしばらくお待ちください。